金銀と、今回の聞きどころはゆかちゃんのグータラムシー、しほりん謎解きにハマる、そんなこんなで始まります。430回始まりました。はい、今日はいきなりいきます。いつになく前向き。ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと、最近ムカついたことある？なんでこんなことを聞こうかと思ったかというと、はい、ムカついたことがあったから。そうですよ、珍しいなと思って。だってひどいんだよ、うん、私のお家ね、出かけるときは信号機のない横断歩道を渡らなきゃいけないの、はい、で、こないだ止まってくれないかなって待ってたら、手前側の車線はすぐに止まってくれたの、はい、でもね、反対側の車線は5台、6台、7台、8台って言っても全然止まってくれないの。もうね、止まってくれている手前側の車線の運転手さんに申し訳なくて、うん、なんで止まってくれないの、はい、朝からプンプンです。そうですよね、だって歩行者が止まってたら止まるのはルールですけれど、うんうん、車も止まってる状況で空気も読まずに止まらないってよっぽどな理由ですよね。ひどいよね。それはプンプンですね、うんうん、ということで、二人はそんなムカつくことあったかなって。いや、本当に話したかったんですね。いつにないスピードでしほりん来ましたもん。松尾は最近は特に思い当たらなかったですね、うん、強いて言うなら、右足の小指をね、いろんなとこによくぶつけるんですけど、なぜ右足の小指ばっかりぶつけるんだっていうことに自分に対してイラっていうのはなぜそこばかりっていうのはちょっとありますけれど、うん、はい、特に誰かに対してとか何か出来事があってっていうのは幸せなことにないですね。いいことだ。はい、さとみんは、私もあまりないかなと思いながらすごく考えて出てきたのが、歩きタバコしながらポイ捨てする人をちょっと見かけちゃって、それでちょっと、うん、どうなのって思ったことはありました。歩きタバコ嫌だっていうか怖い。はい、今日は聞いてみたいことというよりは聞いてほしいことでした。すっきりして始められます。では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。このコーナーは私にわが大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、今回のトピックス紹介します。1、ラブストーリーで謎解き。2、未解決だけど満足。3、トリックに期待。この3本立てです。はい、早速いきます。1、ラブストーリーで謎解き。こちらは水曜夜10時日本テレビ、こっち向いてよ向井くん、428回で紹介したんだけど、実際に見て面白かったので改めて紹介させてください。うん、ワンクールの間に2回取り上げるって珍しい。そうですね、うん、それもすぐ、それくらい面白かったの。ほう、あらすじは、恋を休んで気づけば10年、恋愛の仕方を忘れた35歳の男性の恋愛間違い探し。男女の恋愛観のズレをリアルに描くラブストーリーといった内容です。このドラマ、ラブストーリーで謎解きしてくれるの。
何の謎解きっていう謎が私の頭の中でぐるんぐる回ってますあのね、40分ぐらいかけて主人公の向井くんがああでもないこうでもないと考え悩みながら頑張った末に振られる姿を描いて、うん、最後の5分ぐらいで向井くんが悩んでいたあの時こんな時女性はこう思っていたという答え合わせをしてくれるの。へえ、斬新、うん、やっぱ女性はそうだよねっていうところもあるし、そうだったのっていうこともある。ね、面白いでしょ、うん、小説とかで男性側から見たストーリー、女性側から見たストーリーっていうパターンのものは読んだことあったんだけど、これは答え合わせをしてくれるの、うん、振られた謎が解けてすっきりします。おすすめ。あとね、ここで訂正があります。はい、向井くんの恋の相談相手役で市原隼人さんが出るよって、うん、真顔で熱く恋を語る市原隼人さんは絶対面白いとお話しさせていただきましたか。はい、2つ訂正です。恋の相談相手役は春さんでした。で、春さんの好きな人ってというか憧れの人が市原隼人さんの役でした、うん、でもう一つが熱い男ではなくミステリアスなクールな男でした。へー、クールな市原さんかっこいいの。第2話でね、仕事終わりに春さんに飲みに行こうって誘うの。はい、で、はるさんが仕事ですか？プライベートですか？って聞くの。そしたら普通はどっちかを答えて相手の返事をもらってから次の行動に出る。でもね、ミステリアスでクールな男は違うの。うん。どっちだったらいいのかな？って言ってスタスタって先に行っちゃうの。あー、でもクールかな。見ればわかる。セリフだけだとそこまでまだクールっていう感じはふざけた感じに聞こえなくもないかなって思うんですけど。そうね、私じゃダメだよね。市原さんが言うとかっこいいの。セリフだけ聞いたからね、言葉だけだったので、実際見てね、表情とかお芝居で変わるんでしょうけど。へえ。ぜひ実際に見て。はい。あとね、向井くんを演じてる赤楚衛二くんが予想以上に可愛い。おー。両極端な二人をぜひ堪能していただきたい。はい、はい。では次に、未解決だけど満足。こちらは日曜夜9時 TBS ビバン。見た？見てない。見てない。暑そうだなっていうのは番宣を見て間違いなく暑いだろうなって思ったとこで終わってますね。暑い、確かに暑い。あらすじは、主人公は堺雅人さん演じる出世コースから外れそうなサラリーマン乃木、取引先に13億円を送金するつもりが130億円送金されてしまうという大トラブル発生。乃木はお金を取り戻すため異国へ旅立つ。迫り来るピンチをどう突破するのか、世界中を巻き込んだアドベンチャーストーリーといった内容です。はい、もうね、 TBS さんは油田でも掘り当てたのかなというぐらい豪華なキャスト、そしてロケの規模がでかい。手に汗握るアクションシーンあり、クスッと笑っちゃうコミカルなシーンもあり、1話の段階でいろんな謎がいっぱい出てきて未解決だけど、うん、なんか満足した。え、1話を見て満足？謎は謎で気になるんだけど、一本の映画を見終わったような、うん、そんな感じ。堺雅人さんと阿部寛さんのバディ感も最高だし、うん、満足。毎回思うんですけど、見るのに生半可じゃない気合がいるなって
いつも思うんですけど日曜くじの枠は重厚なものが多いもんね。でも半沢直樹、うん、堺雅人さんが主演してたあのシリーズに比べると銀行とはこういうものだとか専門的なこともなくて、はい、敷居は低いと思う。割とコミカルな感じ、そんなんではない。両方ある。両方ある。満足したけどお金を誤送金したのは誰なのかなとか、乃木の別人格は何なのとか、公安の刑事阿部寛さんは本当に味方、ビバンってなんだよとか気になるので毎週見ようと思います。そしてここで大事なことを付け加えたいと思います。私の大好きな濱田岳くんも出ます。そこシホリンポイントですよね。何の役かは分かっておりません。あ、じゃまだ出てないんですか。ワクワクしながら待ちたいと思います。はい、では最後3、トリックに期待。こちらは8月12日土曜日スタート、土曜夜11時40分フジテレビギフテッド、うん、時間も迫ってきたのでトントンと行きたいと思います。あらすじは、並外れた推理力を持つ天才刑事と殺人犯を見抜く目を持つ高校生がタッグを組む真犯人君が見て僕が証明する斬新な推理と特殊能力で難事件の謎を解く本格ミステリーといった内容です。はい、天才刑事はニュースの増田隆久くん。へえ。特殊能力を持つ高校生は美少年の浮所飛貴くん。原作がね、金田一少年の事件簿探偵学園Qの天城聖丸さん、うん、なのできっと凝ったトリックでうならせてくれるはず。はい、天才刑事役にニュースの増田くんという意外性。はい、意外ですよね。思わず合図取っちゃった。へーってバラエティで見せている顔からは想像がつかない。そうですね。私演技をしてる増田くん結構好き、うん、そこも私の期待ポイント。楽しみです。ではここまでにしたいと思います。以上ドラマ大好きのコーナーでした。キンキンカー、どんちゃんです。さとみんね、毎週木曜日が楽しみなんだって。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい。木曜日に何が？何？木曜日ですね、呪術廻戦の2期が始まったんですけど、その放送日が木曜日です。すみません。ずっと楽しみにしてたんで、もういつかいつかと思ったら、うん、今土曜日だったんですけど、今度木曜日で、あ、平日だと思って、うん、木曜日が楽しみでしょうがないです。さとみんとしては、はい、土曜日より木曜日の方が早く見れる感じ？あ、でも好きだからどっちにしても頑張ってリアルタイムで見ちゃう？はい。見ます。次の日朝早くても見ます。逃せません。遅い時間帯だよね。まあ、そうですね、11時56分夜の、はい、前は深夜の1時20何分か、うん、ぐらいだったね。ちょっと早くはなったんですけど、まあ、はい、夜は夜ですね。さとみんの推しの学生時代の話とかだったっけ？そうなんです。五条先生の、ね、はい、学生時代の話で、うん、始まる前にスペシャルかなやってたんですよね。でそれを私はたまたま見て、へーって、そこが初めてふーんと思いながら、始まった時とかに娘とかが過去だよ過去みたいな話をしてて、パート1の話の過去だよ、あ、だからこの前スペシャルアニメやってたのって言ったら、うん、そうだけどってすごいクールに言われました。あ、そっかって。ビジュアル的に若くなってよりさとみん好みの五条先生になった。どっち？あ、どっちも好き。どっちも好き。そっか。どっちもか。そっか、そこまでさとみんがハマってると、とりあえずビジュアルが見たい。ぜひ見てください。
見れるかな時間との戦いですね。ほんと最近深夜が多いですもんね、アニメ。うん、そうなんですよね。ちょっと面白そうかなと思ったけど、1時半とかって見るとって、うん、撮ってまではないけれどどうしようみたいな感じにね、うん、その時間だとたまたまつけてたらやってたみたいな。あります。でもそのたまたまって難しくないですか。面白かったからまた見ようと思ってもたまたまだったからいつやっててなんてタイトルかがよくわからないみたいなね。何チャンネルだったっけとか。そう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 、だから出てきた人の名前とかで検索したりとかしてそっか、木曜楽しみか。楽しみですこの夏乗り切れるね。はいさあ、それでは何でもコーナー行きましょうかね。はい、今日の何でもコーナーは人をダメにするけど幸せにもする、うん、ヨギボーです。おー、松尾ついにヨギボーが入りました、うん、マジでダメになってる。はい、十分、もう本当に本当ダメになります購入きっかけは座椅子があったんですけど、リクライニングも壊れてきて、うん、でクッション性もなくなって、うん、鉄のとこの当たりがね具合が悪いなっていう感じで買い替えたいなって。でもソファーを置くほどスペースもないし、座椅子とかを見てたんですけどあんましいいなって思うのもなく、うん、でうちの人がすごいヨギボーヨギボーって言ってヨギボーのサイトを調べていろいろ見てたんですよ、うん、あーヨギボーか。で去年のクリスマスサンタさんがヨギボーの娘に抱き枕を届けてくれて、うんうん、ヨギボーに抱き枕があるんだって思って、でその時にクッションとかもどんなものがあるのかな見てたんですよね私も、うん、でとりあえず置いてある店を見に行きたい。娘もヨギボーを欲しかったけれど、うん、抱き枕じゃなく座るやつが良かったなっていうつぶやきも聞こえ、うん、まあまあショッピングモールに行ってみようかなと、うん、行きました。そしたらなんと8月1日まで 10% オフ。8月1日まで。この回がアップされる頃には終わってる。ヨカちゃんついてる。ヨギボーのコーナーで人が常にいっぱいでゆっくり見たくても見れないんですけど、その時は一組しかお客さんがいなくて入ったらもう座りたい放題なんですよねすごく試しやすい環境で当然座りますよね、うん、当然座ったらほら人を幸せにしちゃうしダメにもなっちゃいそうだしそりゃ執着しますよでいろんな大きさの座り、あこれいいなあれいいなこれはちょっと硬いなとかって楽しんでたら、やっぱりねこれが一番いいねとなるわけですよ、うん、さああとは簡単です座椅子とか何か座るものを買おうとしている、うん、なら、なら行っちゃうってで色がいろいろあるんです、うん、あるある。ヨギボー本体じゃなくカバーの色なんですよね、うん、なのでそこのその色のカバーがあればすぐ用意できますよっていうことだったんですけど、うんうんうん、黄緑っぽいような色のが欲しかったんですけどそれはなくて、うん、まあ、あるものを出してもらったら、うん、私はいいなと思ってたオレンジがあったのでまあオレンジにしようと。部屋が緑ベースなので、うん、緑系で合わせようかなって思ってたんですけど、でも緑にオレンジもいいよねと思い、うん、オレンジ。さらにはヨギボーのクッションってやっぱり中のビーズがちょっとずつ柔らかくなってはくるんですけど、柔らかくなる原因っていうのがずっと座ってるのでカバーの側が柔らかく伸びちゃうんですって。うん、中にクッションのやつがあってその外にカバーをかけるんですけど、そのカバーが緩んで大きくなるから中のビーズも広がっていってどん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 沈み込みが深くなるっていうことで、へたりが気になるのであれば中を詰めるものも重要だけれど、カバーを頻繁に変えて洗濯を してカバーを縮めて、その縮めたカバーの中に中身を入れるのがいい。そうなんだ。おすすめ方法で、確かにね衛生的にも、まあ、カバーは洗えるなら洗った方がいいし、うん、でもう一個カバーを買ったんですけど、うん、カバーはもう私はもうオレンジを選んだので好きな色どうぞって言ったら紫を選んできてあ紫かって、まあ好きな色だけれど紫かって思いながら紫のカバーを
買い、ただそのカバーも中に入れるビーズ、へたった時用に追加できるビーズがあるんですけど、うん、その本体を買った時に買うと付属品が 30% オフになる。すごい。なので、ああじゃあちょうどいいね。でもまあまあいい値段するんですよね。カバーだけでも1万2000円とかなんですよ、うん、そのまま割引されなければね、うん、めっちゃ高いやんって思いながら、うん、まあでも本体を買えるよりはね。だって付属品の 30% オフもずっとじゃないみたい。ゆかちゃんいい時に買ったね。中の詰め替えビーズが1袋2500円でサイズによってまあだいたい何袋ぐらい使えますよみたいな感じなんですけど、うん、とりあえずあ中身めっちゃ安いって思いながら1袋購入し、うん、で松桶に来たヨギボーの名前はドロップっていう形、うん、雫型のね、うん、形のものなんですけど、うん、雫型の形のが3つあるのかな、真ん中のぐらいのサイズのやつにしたんですけれど、うん、もうお家に持って帰ってくるとびっくり、あれってお店のとこではそこまで大きく見えなかったのに、あれ超でかいんですけど大きさとしては高さ75センチ横85センチで奥行き85センチっていう風になってるんですけれど、座椅子とかも横幅80ぐらいとかであったら余裕だったので90ぐらいのスペースだったらまあいけるかなぐらいに思ってたんですけど、その85っていうのは座ってないシュンとした状態がきっと85なんでしょうね、高さなんかにしても。で当然座ったら横に広がりますよね。当てはめようとしてたこの細いスペースがデンと、もう本当にパツンっていう感じではまってて、座ったらねわーおなんですけれど、うん、座椅子のクッション性もそんな薄い座椅子ではなかったのでそこそこあったやつだったんですけど、うん、でも全然違うんですよね。腰が痛くならないんですよ。へー。ダイレクトにその床の感じとか感じないし、ソファーほど沈み込みもなければ、ソファーも当たりどころとかが悪くてちょっと腰が痛くなったりするんですけど、うん、自分の体の形にフィットしていくからかずっと座ってても腰が痛くならないんですよ。へー。でもちろん横にゴローンって転がれば転がったサイズに広がるし、縦長になったり丸くなったり横長になったりと自由自在に形が変わるので、自分が座った自分がやった姿勢の通りに形づいてくれるのでめちゃくちゃいいです。なのでね、シホリンとかも腰痛いとか言ってたりしますけれど、これをするととてもいい、腰の負担がなくなりました。そうか、超おすすめです。いいな。次の 10% オフっていつだろう。こまめにチェックしよう。ネットでも買えるね。ネットだと送料はかかっちゃいますけれど、うん、ネットで買うのもおすすめかなと。もうとにかく持って帰るのも車で行ったんですけど、大きくて6キロとか買ったやつはあったので、とてもとても行ってみて試してみてお家でインターネットで買うっていうのが一番理想なんじゃないかなって、うん、送料がちょっと引っかかるかなっていうかもしれないですけど、うん、私お店で買っても持って帰れないから結局送料かかる、運転できないもん。今インターネットで見てそうですけれど興味津々だからずっと見てた。送料は大きさによって違うんだね。買うときには形とか物によってやっぱり全然違うので座り心地が、うん、一度お店に行って座り心地を試してからのこれっていうのがいいと思います。あとカバーの質感によってもちょっと変わるので。だね。送料のことは置いといて自分に合うものを探すのが大事だよね。何気に調べるとヨギボーいろんなところに入ってるので、うん、ぜひ一回立ち寄っていただいて座ってみると幸せな時間とぐうたらしたね、もうほんとダメ人間にするような時間を楽しめると思いますそっか、買ったんだね。はい、ついにそこまでと思ってたんですけれど、でもやっぱりね、お家に連れて帰ってきたら大きいなと思いながらも、うん、良、うん、かったなって思います。娘は余裕でベッドになるぐらいな感じ、ゴロンってしたら広がるので、うん、ベッドになるねって思いながら、ぜひ見に行ってみてください。はい、実際に体感してネットで買う。ネットで買えばカバーのこの色売り切れとかも少なそうだもんね。次の 10% オフに備えてお店に行ってみます。ぜひ。以上、松尾ゆかの何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。
よ。誰か買ってくれないかな。そっち。もうすぐ誕生日だよ。わお。自力で買うしかないか。さてさてさとみん、今日の二人の話聞いて気になったことあった？私もそう、ヨギボー欲しいなと思ってたんですけど、そう話聞いてていいなと思いながら、ただお高いなっていう気があり、はい、あとそうシホリンが紹介してくれたドラマ、うん、ギフテッドがちょっと気になってて、私も見てみようかなって今から楽しみにしてます。8月12日からお忘れなく。面白そうだよね。はい、うん、あと浮所くんも出るし、近代少年の事件簿好きなんで、多分私ハマりそうだなと思っちゃいました。さとみん、浮所くんタイプ？ちょっと今押してます。かっこいいよね。うん、じゃあ元キンプリの岸くんと一緒にやってた好き好きワンワンも見てた？気になってて見てないんですよね。浮所くんは岸くん演じるダメ男がちっちゃい頃に飼っていた真っ白い大きな犬の生まれ変わり。あ、白いワンちゃん似合いますね。、うん、一緒に暮らすことで成長していく物語、面白かったよ。よかったらぜひ。前からもしかしてさとみん浮所くんのことを好きなのかなって思ってたんだ。あ、バレた。大当たりじゃないですか。推しがいるっていいよね。絶対楽しいだよね。では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀等では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀等オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。ゆかちゃんにも聞いちゃおう。ゆかちゃんの最近の推しは誰？でこの人っていうのがないんですよね。出てたらあーかっこいいなとかって思ったりしますけど、あーこの人っていうのがちょっとここ最近なく。そっか、私なんて推しだらけなのに。ですよね。一緒に出てたらどっちに集中すればいいのって。どっちにもです。選ぶ必要ありません。はい、私はいっぱいで、さとみんは一筋で。いやどうだろう。ゆかちゃんも見つけたら教えてね。多分パッと見てギュンときたら一直線なので、今はちょっと優雅にいろいろ楽しむ時ですね。楽しい報告待ってます。ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。